古典的な CCFL インバータレイ陰極管インバータとはレイ陰極管を点灯するために数百内し KV オーダーの高電圧の交流電流を供給する電気インバータである。CCFL はバッテリーなどの直流電源によって駆動される電気機器の安価な照明ユニットとして使用されることが多い。CCFL インバータ回路は その使用される電力と比較して小型であり、80%以上の変換効率を持ち、なおかつ調整可能な光出力が可能である。これらは白色 LED 普及前の液晶ディスプレイのバックライトや広告看板の照明等に広く使用されていた。共振変圧器及び超小型の CCFL インバータ極初期では CCFL インバータ回路は 共振変圧器を用いておらず、そのために非常に大型の高周波トランスを用いなければならず、効率が悪く発熱も多く、また、液晶のフルスクリーンデザインにも影響を与える厄介な問題を抱えていた。しかしその後、二次巻線上に発生するラムダ4の自己共振を利用した共振変圧器が開発され、これを使用したインバータ回路の登場により、 大幅な小型化が実現された。これは、共振変圧器の歴史として見ると、テスラコイルの発明以後に、歴史上初めて工業的に応用されて、大量生産された、共振変圧器の歴史であるということができる。このようなところから、テスラコイルと CCFL インバータ回路とは、技術的にも非常に似通ったものであり、共振変圧器を使った、 CCFL インバータ回路をマイクロテスラコイルと呼ぶこともある。二次側回路の共振を利用しないコレクター、共振型回路初期の CCFL インバータ回路は一次側にも共振回路を有する電圧、共振事例発信回路であった。電圧共振型の事例発信回路は、基幹ループ内に共振電圧の発生回路を持つ。図のトランジスタベース側の回路部分を見ると、 確認できる。中でも普及したのが、バックサンドリコンバーター回路である。DC、DC コンバータ用に開発された回路を CCFL インバータ回路に応用したものである。回路図そのものは、ロイヤー回路に似ているが、動作原理は全く異なるので注意が必要である。一般にこの回路は、ウェスティングハウスエレクトリックのジョージ・ h ロイヤーが発明したと言われることが多いが、 正確には1958年に PJ バクサンドルが発明したものである。初期の CCFL インバータ回路は二次側回路の共振を利用していなかった。CCFL の持つ不正抵抗特性のためにバラストとしての直列コンデンサを必要とし、そのためにレイ陰極間に流れる電流波形が歪み、レイ陰極間からは多くの中波ラジオ体におけるノイズが発生し、 レイン曲管は非常にノイズの多いものという印象が一般的であった。3倍共振型回路次に登場したのが2次、側回路の共振周波数を1次側の発信周波数の3倍に設定した、いわゆる3倍共振型回路である。この回路の登場によって、中原状態におけるノイズはかなり減少し、電子機器としてとして、 ベックスイ適合認証試験にも合格できるものとなった。この回路は簡易なインバータ回路として、今でも製造が続けられているが故障が多く、故障のほとんどはトランス巻線の高圧破壊であり、効率もそれほど良くない。基本波共振回路さらに1996年頃に2次、側回路の共振周波数を1次側の発信周波数の1倍付近に設定した。 いわゆる基本波共振型回路が広く普及することによって、初めて次回上昇結合を利用するものとなり、大幅な小型化と高効率化が実現された。二次側の高圧コンデンサを用いないために、トランスの高電圧破壊が減り、レイン極間に流れる電流も、ほぼ正弦波に近くなり、以後、CCFL インバータ回路が、ベックス域性に関して話題に上ることはほとんど、 なくなった。しかしこの回路は、電圧共振型事例発信であるために一時側、共振回路の並列共振と二時側共振回路の直列共振との干渉が起きて設計が難しく、決して理想的な駆動回路とは言えなかった。ノートパソコン用のインバータ回路例2000年頃には、エレクトロニクスの発達により一時側の電圧共振型事例発信回路に頼らず、 専用制御 IC による二次側の共振を利用する高度な制御を実現した多例共振型回路と初期のゼロカレントスイッチング電流共振型回路が登場した。これによって全世界のノートパソコンや液晶モニターの液晶バックライトはすべて例外なくこの方式を採用することになった。制御 IC を用いた電流共振型回路2005年には二次側の 共振電流位相を検出して制御するゼロボルトスイッチング電流共振型回路が開発され、レイン極間インバータ回路の技術は効率名やロバスト性、安定度などにおいて最終的な完成を得た。しかしながら2007年頃からは白色 LED の発展によって CCFL 市場の縮小とともに CCFL インバータ回路の需要も縮小に向かい、 2010年頃にはその座をすべて白色 LED に譲り渡すことになった。現在は CCFL は一般照明用途としてわずかに生産が続いているが、電流共振型回路の CCFL インバータ回路もそれに伴ってわずかに生産されているのみである。同技術は CCFL インバータ回路としての市場を失ったが、虹側の 共振電流位相を検出して制御する電流共振型イバータ回路のコンセプトはそのままワイヤレス給電の制御回路として活かされることになった。また、この電流共振型イバータ回路がテスラコイルの駆動に利用されることによってアマチュアコミュニティにおけるテスラコイル開発においても大きなヒントを与えることになり、テスラコイルの効率と放電性能の大幅な 向上につながることになった。ありがとうございます。